第一次チャールストン港の戦いは南北戦争の1863年4月7日にサウスカロライナ州チャールストン近くで起きた戦闘である。攻撃したのは北軍海軍の装甲戦闘艦9隻の船体であり、その中には当初のアセスモニターの改良艦7隻が含まれていた。この攻撃に協力するはずだった北軍陸軍が戦闘に加われなかった。 サミュエル・フランシス・デュポン海軍少将の指揮下にあった艦船がチャールストン港入り口近くにあった南軍の防御陣地を攻撃した。ワシントン DC の海軍省役人は重砲を搭載した戦闘艦で伝統的な砦の防御力を下げさせるという新しい携帯の戦闘の有効性を示す圧倒的な成功を期待していた。デュポンは7隻のパセイク級モニター艦と 強力なアセスアイアンサイド、さらに実験的装甲艦であるアセスケオククを任されていた。海軍の資源がジャールストン港への攻撃に向けられたので、他の海軍作戦は中断させられていた。長い準備期間を要した後、使用の状態と可視性で攻撃に進むことが可能と判断された。速度の鈍いモニター艦が午後のかなり遅くに戦列につき、使用の向きが変わった時に、 デュポンは作戦を中断しなければならなかった。砲撃は2時間足らず続き、戦隊は港防衛の第一列ですら突破できなかった。戦隊の一石が沈みかけた状態となり、他の艦船も損傷を受けて、戦隊は交代した。戦隊の陸身の水兵1名が戦死し、21名が負傷した。一方南軍は5名が戦死、8名が負傷した。デュポンは 船隊の艦長たちと相談した後、それ以上攻撃してもほとんど成功の可能性がないと判断した。よって、翌朝の戦闘再開を止めた。1862年後半、さらに1863年初期になっても、北軍の戦況はあまりうまくいっていなかった。南軍の北バージニア軍は、アンティータムの戦いで撃退されたものの、比較的損傷を受けずに逃れ、 北軍ポトマック軍にはフレデリックスバーグの戦いで大敗を味わわせ、その後のポトマック軍は混乱状態になった。西部戦線ではミシシッピ側の支配をめぐる作戦がミシシッピ州ビックスバーグを前にして膠着状態になっていた。南軍は実際にテキサス州ガルベストンを奪取していた。北部では沿線気分が明らかであり、 秋の選挙は戦争遂行に関する住民投票とみなされ共和党離れが見えていた。エーブラハムリンカーン政権はその野戦指揮官たちに全国的な指揮を上げるような成功を勝ち取るよう大きな圧力をかけ始めていた。海軍省がチャールストン港攻撃を急ぎ始めたのもこうした雰囲気にあった時だった。1863年南北戦争の戦いの中心は 大半がバージニア州と内陸だったので、チャールストンの軍事的重要性はすでに限られたものになっていた。封鎖突破戦の母校としての価値は、アラバマ州モービルやジョージア州サバンナと比べてそれほど大きくはなく、すべてノースカロライナ州ウィルミントンの陰に隠れていた。しかし、戦略的な重要性よりも象徴的な価値として標的に選ばれた。 海軍の攻撃に参加した者の,のことによれば、サムタートリでは、北部でも南部でも大衆の心の中で要塞中の要塞、反乱の具現化、攻撃され守られるものとして考えられていたとされていた。この攻撃を最も強く提唱したのは、海軍省時間補、グスタブス・ベーサ・フォックスだった。フォックスは陸軍に支配される状態から海軍を解放したいという、 隠された動機があった。それゆえに総司令官のヘンリー・ハレックがこの作戦で陸軍の役割に同意しなかったとしても、それで妨げられることはなかった。ハレックは1万名、ないし1万5千名の訓練が足りない兵士のみを出す、用意があり、海軍がいかなる成功を収めたとしても、積極的な役割を担わないものとしていた。海軍省は、 サミュエル・フランシス・デュポン海軍少将の指揮下にあった南大西洋封鎖戦隊の武装艦艇のほとんど全てを割り当てることでこの作戦を支援した。その艦艇にはデュポンの機関となる重量級のアセスニューアイアンサイドが含まれていた。パセイク9号艦は元々のモニターを改良したものとして設計されていた。収益した時にサウスカロライナに派遣されたので そのうちの7隻が攻撃に参加できた。さらに実験的装甲砲艦、アセスケオククが船体に加えられた。デュポンは装甲艦について海軍省ほど熱心に支持してはいなかった。当時の海岸砲台からの攻撃が何であれ、耐えられるようになっていたが、攻撃能力に関してはかなり限られたものになっていた。 ニューアイアンサイドは大砲を16門搭載していたが、減速砲なので一時には8門のみが攻撃できた。他の砲艦はわずか2門の大砲を搭載しているだけだった。パセイク9砲艦は15インチ砲1門と11インチ砲1門が搭載され、ケオククは11インチ砲2門だった。それらの大砲は敵軍が使う32ポンド砲よりも大きかったが、砲撃間隔が長かった。 方向の掃除、砲弾の重点、照準の固定に7分間を要した。デュポンはモニター管をあまり信頼していなかったものの、チャールストーンを占領するための代案を提案したわけではなかった。その代わりに、いかに自軍の艦艇を保持するかに集中した。その敗北主義は、この戦闘結果を認識するときに考慮に入れておかねばならない。 チャールストン港の南軍の防衛線南軍は P ・ GT ボーリガード将軍がサウスカロライナ、ジョージア、フロリダの方面軍を指揮していた。南北戦争開戦のきっかけになったサムタートリデ砲撃の時にはチャールストンの軍を指揮していたので死を取り巻く防衛施設については詳しかった。よそでの指揮に呼ばれていたが1862年9月に戻ってきていた。 その監督下にサムタートリで攻撃に使われた砲台が港の防衛に組み込まれていた。その後継者であるジョンシー・ペンバートン少将とロスウェル・エス・リプリー・ジュン将がボーリンガードのいなかった1年半の間にいくらか追加したが基本的な要素はボーリンガードの整えたものだった。港の周りに設置された鳥では外洋からの攻撃を撃退するために適していた。 最も海に近い大砲は、ワグナー砲台とグレッグ砲台であり、どちらもモリス島にあった。それらに近く、港の同じ側にある人工島にサムター砦があった。ムールトリー砦とその外居砲台が、港の反対側にあるサリバン島にあった。これらで、防衛の第一の艦を作っていた。第二の艦は、ジェームズ島のジョンソン砦とグロバー砲台。 港にあるリプリートリデとピンクに以上であり、最後に市自体の南端にホワイトポイント砲台があった。3番目の艦はクーパー川とアシュリー川沿いと市内にあるいくつかの砲台であり、市への陸からの攻撃に耐えるよう意図されていた。全体で陸に据えられた大砲の数は385門に上った。チャールストン港の南軍砲兵隊防衛施設には港に加えられた。 鑑定用の障害があった。最初に設置されたのはジョンソン砦からミドルグラウンドのリプリー砦近くまで並んだ柱の列だった。これは嵐や強い潮の働きで主要部が洗い流されたためにあまり効果がないことが分かった。後にサムタートリ出とムールトリートリでの間にブームが置かれた。これは長さ20フィートの鉄の線路であり大きな木材を使って浮かせ、 鎖で繋ぎ、感覚を置いて海底に怒りと召していた。これも使用の緩慢による歪みで壊れた。さらに、敵艦のプロペラに絡むように仕組まれたロープの障害で補った。これら障壁を作り上げたものの、守備隊は侵入してくる艦隊に対して本当に効果があるとは思っていなかった。ばらまかれた嫌いについてもあまり信頼が置かれていなかった。 デュポンはそれらの欠点について知らなかったので、戦闘準備の段階でそれら障害や嫌いのことが心配だった。南軍には海軍部隊もあった。総攻砲艦の CSS コーラと CSS、パルメットステートの二艦であり、侵入軍が地に近づけば戦う用意があった。これらは速度が鈍く北軍のモニターに対して、 大きな脅威になれないことが分かっていたので使用するとしても最後の手段に過ぎなかった。チャールストンの防御力は強力だったが、ボーリンガードは最悪の場合に備えなければならないことを知っていた。この地区軍の指揮官に戻ってからすぐに必要ならば市内の通りごとに防衛するという可能性としては運命的な決断もした。 州知事のフランシス・ W ・ピケンズにその位置づけを説明して、これが人民と政府すべての意思だと理解しているので、最後の際まで主を守ることになると書き送っていた。デュポンは4月上旬に攻撃を始めることを選んだ。これは満月まで春の大潮の勢いを活かせるためだった。攻撃の日が近づいた段階で、海軍省から新しい装置が導入された。 デュポンが港にある嫌いの怖さをしばしば表明していたので海軍省はモニターを設計したジョン・エリクソンを呼び防御のための手段を考えるよう依頼した。エリクソンは感染の選手につけられる重い木材で作られたイカダのような構造物に思い当たった。イカダには敵の嫌いを経流している柵を引っ掛けるよう意図された引っ掛けフックが備えられた。さらにそれ自体にも 嫌いを積み、障害を通る時に爆破できるようにしていた。攻撃の時にはイカダ二組が作られ、サウスカロライナに送られていた。デュポンの艦長たちは、このイカダを導入した場合の舵取りや取り扱いの問題を検討した後、その艦船につけるのを望まなかった。嫌いが特に厄介であり、潮流の傾向がわからない中で、狭い水路で艦船同士が衝突することが予測された。 ウィコーケン艦長のジョン・ロジャーズのみが、艦の前にイカダをつけていく、よう説得できたが、嫌いはつけないことになった。イカダが動いて艦船に当たってくるような場合には、敵の嫌いを除去できる前であってもロジャーズが切り離しを決断できることになっていた。北軍の船隊は4月5日に、港入り口沖に集結した。この日デュポンは、V 設置用スクーナーのアセスアドミラル・デュポンと、 測量船、アセスビブに、ケオククをつけて、入り口水路に部位を置くために派遣した。翌日の天候は、霞がかかっており、航行が難しかったので、リュポンはもう追い攻撃を伸ばした。4月7日の朝も港は、もやで、見通しが悪かったが、正午までには、晴れ、攻撃開始の信号が送られた。モニター艦4隻が前に進んだ。 ジョン・ロジャーズ大佐のアセス違法圏が先頭だった。いざ新発という時に違法圏の怒りが大嫌い一カだの引っ掛けフックと絡んだために新発が約1時間遅れた。その後わずか3ノットで進み、その後ろの艦船もその速度に合わせてゆるりと進むしかなかった。2番艦はチャールストン生まれのパーシバル・ドレートン大佐の指揮するアセスパセイク、3番艦は ジョン・エル・ウォーデン中佐のアセス・モントークだった。ウォーデンはハンプトン・ドーズ海戦で CSS ・バージニアと戦ったアセス・モニターの艦長として有名だった。4番目がダニエル・アメン中佐のアセス・パタプスコだった。これらの後に機関のアセス・アイアンサイドが続き艦長はトマス・ターナー大将だった。この間にデューポン少将と艦隊参謀長としての クリストファー・レイモンド・ペリー・ロジャーズが上艦していた。その後に三隻のモニター艦が続いた。ジョージ・ W ・ロジャーズ中佐のアセス・キャッツ・キルであり、ロジャーズは参謀長の CRP ・ロジャーズとは、兄弟、ジョン・ロジャーズとは重低だった。その次が、ドナルド・ M ・フェアファックス中佐のアセス・ナンタケット、さらにジョン・ダウンズ中佐のアセス・ナハントと続いた。 砲塔が二つあるケオク区はアレクサンダーシーリンド中佐の指揮で戦列の最後に着いた。艦船が出発してから海船の砲撃が始まるまでに約二時間が過ぎた。この時間帯にニューアイアンサイドは早い潮流と浅い水深のために操船上の大変な問題が発生していた。戦闘のモニター艦が砲撃を受けるようになった時刻には座礁を避けるために停止して、 怒りを下ろすことを強いられた。ニューアイアンサイドが戦列を離れ、後続の四隻が多少の困難さがあったがそれを回り込んで進んだ。待ちかねていた南軍は、ニューアイアンサイドが怒りを下ろす場所を選べなかった。ニューアイアンサイドは、電気的に作動される3000ポンドの機雷の真上にあり、騎士にあるスイッチを押せば作動するはずだった。しかし、スイッチを押しても何も起こらず、 南軍の大きな機体がついえた。この失敗については二つの原因が挙げられている。一つは荷車がワイヤの上を通ってそれを切断していたというものであり、もう一つはワイヤが単純に長すぎて火花を起こして爆発を起こさせるだけ電流を強く流せなかったというものだった。一方他の艦船は砲撃を受けていた。美方圏はロジャーズ大佐が 嫌いの位置を示していると考えた部位の線まで前進し、水路から逸れて次に何をすべきか考えるために停戦した。この時に水面下の爆発が艦を動揺させた。ロジャーズはそれが嫌いだと思ったが、歴史家の中には騎士の取り出から放たれた破裂弾爆発の可能性が強いと考えている者がいる。どちらにしても艦艇に損傷はなかった。 しかしその艦が水路を離れたので、後続の艦が混乱することになり、デュポンが考えていた作戦のすべてがダメになった。鳥出から受ける激しい砲火のために、前もって考えていたよりも、サムタ鳥出から遠くに位置することになったので、反撃も計画より、正確さを欠いた。しかし、結果を決めたのは、正確さではなく、火力の、はっきりした差だった。交戦した二時間の間に、 南軍は2000発以上の砲弾や破裂弾を放ち、520発が着弾した。対照的に北軍戦隊は154発を放っただけだった。その走行が乗組員を守っていたが、いくつかの艦船は、砲塔や砲口のストッパーが詰まるなど、戦闘能力を損なうような損傷を受けた。一番、ひどかったのは九十発を被弾したくくであり、そのうち発は、 喫水戦かその下で当たった。林度艦長は戦闘範囲から交代させ、敵の射程から逃れるまで何とか浮かせていることができた状態だった。この時までに使用の向きが変わっていたので、デュポン提督は翌朝まで攻撃を中断することを決めた。デュポンはその公式報告書で翌日に攻撃を再開するつもりが十分あったが、艦長たちが 育道音に反対したと主張していた。ケオククが夜の間に沈没し、2隻内市3隻のモニター艦が数週間まではないものの数日間は戦闘に参加できないほど損傷を受けていた。艦長たちは戦闘を長引かせても何も良いことはやらないことで合意した。仮にサムター取りを撃破したとしても他の砦が残っており、船体は最初の防衛艦ですら突破していなかった。 戦闘はシリスボミになった。北軍は装甲艦一隻を失い、サムタートリでは短期間に修復できる損傷を受けただけだった。それはデュポンが描いていた以上のものではあった。大量の砲弾が飛び交ったが人的損失は極めて少なかった。戦隊では、ナハントの総打手、エドワード・コブ一人が戦死し、他に21人が様々な程度の負傷を負った。 南軍は5名が戦死し、8名が負傷した。海軍長官、ギデオン・ウェルズはこの失敗に困惑した。小さな損失一覧に、デューポンが事前から止められがちだったことで、当初は攻撃が積極的に行われなかったと信じた。以前から有能で攻撃的な士官として知られていたジョン・ロジャーズが、デューポンの肩を持ったことで、その批判が和らいだ。ロジャーズが見ていたように、 また、ウェルズが同意するしかなかったように、チャールストーンは純粋に海軍の攻撃だけで落とせるものではなかった。それを達成するつもりなら、海軍と陸軍双方の協力のある共同作戦を必要としていた。ウェルズは、デュポンの言うチャールストーンは、海軍力だけでは落とせないということで正しいと見たが、二人の間の亀裂は修復不可能になっていた。ウェルズは6月3日に、 デュポンを解任し、まず、アンドリュー・ H ・フットを公認にした。しかし、フットは、ドネルソン・砦の戦いで受けた傷から10分に、回復しておらず、その新しい地位につく前に死んだ。よってウェルズは、幾分ためらいながらも、作戦の海軍の責任者に、ジョン・エーダール・ルグレンを指名した。デュポンの艦長たちは、デュポンよりもうまくしのぎ、失敗した作戦に参加したことの責任を問われた。 ものはいなかった。彼らのうち7人は後に少々まで昇進した。ドレートンは公開局の局長に指名され、海軍少々になるはずだったが、上院の確認を待っている間に、心臓発作で死んだ。ジョージ・ W ・ロジャーズはこの戦隊の中でも、最良の艦長の一人と言われたが、後のチャールストンへの攻撃で戦死した。モニター艦とニューアイアンサイドはその後も続けられた。 チャールストン降風鎖に関わり続けたが、モニター艦は、この攻撃前に、南軍に与えていた恐れがなくなっていた。すべての艦がチャールストンに対して続けられた作戦で、使われた。沈没したケオククですら戦争では登場し続けた。浅い海域で沈没したので煙突が、海面上に顔を出しており、その場所が知られた。チャールストン市民のアドルファス W ラコステが、 南軍政府に雇われ、南線から2門の11インチ砲を回収できた。ラコステとその労働者は夜の間に働き、封鎖戦隊に気づかれずに済んだ。デュポンはそのことが、チャールストンの新聞、マーキュリーで報道されるまで気づかなかった。ありがとうございます。